どうも、コウです。さあ、今日は全教員が考えたい、どうして学校の本質は向上だと言われるのかということについて話をしていきたいと思います。少し前にツイッターで議論になったんですけども、このようなことがありました。まあ、これをちょっとね、オマージュして、ツイートされた方がまた別のね、議論になったことがありましたが、それよりも前の、もともとの、ツイートであったものなんですけども、この学校の本質は向上だということで、このことは、僕自身どう思ってるかとか、ツイート主さんがどう思ってるかとか、他の方がどう思ってるかっていうのはとりあえず置いときまして、まあ、このように学校の本質は向上だと思われてるっていう節はあると思うんですよね。で、僕ら自身もそうじゃないと思いつつも、なんかそんな風になってないかなっていうようなことは思っていることがあるんじゃないかなと思うんです。なので今回このお話としては、それをまあ前提として、まあ、肯定した上で話を進めていきたいと思います。そうやって言われているのを前提として話をしていきたいと思います。で、この本質を見ずに教育は語れないと最後書いてあるんですけども、本当にここを見ずに今後どういう教育をしていくかっていうところは考えられないところだというふうに思ったので、皆さんとお話を共有していきたいなということを思いました。で、今回参考にした本はこの本です。落合陽一さんのいわゆるゼロ100と言われる本です。大変参考になりましたので、皆さんも読んでいただけたらと思います。では、よろしくお願いします。はい。今のその学校は工場だと言われるような原型が作られたのは明治時代じゃないかというふうに、本には書いてあります。明治時代といえばキーワードは富国強兵。まあ、アメリカ、ヨーロッパに負けるな、負けるなっていう、追いつけっていうところですよね。黒船が来て、大政奉還があって、で、明治維新。あ、アメリカ、ヨーロッパすげえな、じゃあ追いつこうぜっていうところで、キーワードとして掲げられたものでしたね。はい。で、明治時代、この頃に求められた人材っていうのは、考え方や能力が一定の水準に到達できている人っていうのが求められました。なぜいいかと言いますと、みんなでたくさんのものを作ることができるんですね。一定の水準に到達できている人は、例えば機械をうまく使える人たちだったりとか、農作業をうまくできる人たちとかっていうふうに、まあ、考え方や能力が一定の標準以上になっている、標準に到達しているっていう人がいれば、たくさんのものを作ることができる。それは今言った農業のことかもしれないし、工業的なことかもしれないし、まあ、インフラ的なこともあるかもしれないですね。そうすると国が豊かになってきます。この頃の豊かっていうのは量が大事になってたんですね。うん、っていうふうになってくるので、すごく、そういう人が求められてきました。そうなってくると国民が標準化均質化してくる、同じような感じになってくるんですよ。国民の標準化均質化が進むと、空気や常識っていうのが出来上がってきます。普通こうするよねとか、それ当たり前じゃないっていうのが出来上がるんですね。そうなってくると国の号令に素直に従ってくれる国民が出来上がります。これこれをしろって言ったら、はい分かりました、戦争に行け、分かったっていうような感じで素直に従ってくれる国民が出来ていきます。そうなると、まあ、国の力としては本当に強くなっていきまして、アメリカヨーロッパに肩を並べるようになりました。うん、なのでこの時代の教育としては成功したんですよね。学校は工場であるというふうに言われても、まあ、そうだったし、それが大成功を収めたというふうに考えて良い時代だったということが言えます。その後の日本としては、その教育にマスコミが加わります。プラス人口増加があって、国民の標準化均質化がかなり進んでいきます。まあ、これちょっと別の話ですけど、マスコミがここに関わってくるのは、マスコミが標準化均質化を進めたというのはよく言われます。普通、家が、人は家が、家持ち家があるとか、一家にして車があるみたいな、そういうイメージがなんとなくあると思うんですけど、それはマスコミが植え付けたものなんですね。マスコミに流して同じような人を作り出そうと、もうこういうのがスタンダードだよっていうのをマスコミがどん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 流していったので、あ、そういうものなのかって言って標準化均質化が進んでいったというふうに言われています。それに人口増加が加わって、工業化社会では本当に大成功を収めました。これが高度経済成長の頃から、まあ、バブルの頃かなというふうに思いますね。でも国や世界の状況はかなり変わりましたよね。工業化社会から情報化社会になって、今ソサエティ 5.0 というふうに言われています。新たな社会、まあ、情報化社会がもっともっと進んでいく社会になってきます。少し前は、少し前というかもっと前ですよね、ベビーブームというふうに言われてますが、今超高齢化社会と言われています。
インフラがどん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 整備されていく時代から、今はインフラが老朽化していって、どうやってそれをなしでやれるか、どうやって、それを少なくできるかというところが議論されているところです、などなど、そんなふうに国や世界の状況はかなり変わってきました。なのに教育は明治の時のまんまなんですよね。標準化均質化を目指してしまっているということがあります。なので前の時代に、工業化社会の時代に学校は工場というふうに言われていた、それを目指していたことは大正解なんだったんですけども、今の時代なお学校は工場としてしまっているのが大失敗だということです、うん、このように、標準化均質化したものについては、今まではなかったんですよね。そういう工業化社会にはなかったから、そういう人を求めていた。でも今は標準化均質化できるものがあるんです。ロボットとか AI ですよね。それがあるのにもかかわらず、同じような人、同じような、子供を育ててしまっているっていうのはかなり失敗だっていうことが考えられます。はい、今回はですね、そうやって学校は工場だと言われる、まあ、背景について話をするというところがメインでしたので、もうこの背景としてはこのような説明が以上になります。で、どうすれば解決するのかっていうのはかなり難しいところです。もうこれが分かるならばもうとっくに解決しているのかもしれないんですけども、これがまあ何百年何十年とずる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 いってしまっているということを考えると、なかなか結論というか解決策が出ない問題なのかなということを思います。この落合陽一さんはですね、標準化均質化の枠を取っ払って考えることが重要だというふうにおっしゃっています。まあこうやって言うのは簡単ですけど、なかなか難しいんですよね。でもやっぱり普通っていうところをあまり求めない方がいいのかなというふうに思います。ね、同調圧力だったりとか、まあこれやるのは普通だよねって、これできて当たり前だよねっていうところを、あまり求めないようにして、その子なりの良さで、その子なりの特性っていうのを生かしていくことが大事なんじゃないかなということを思いました。それがまあ特別な支援が必要な子にとってもすごく居心地がいい環境になってくるんじゃないかなというふうに思います。なので、まあ、集団とか、いうようなことを言いますけど、学級の単位を、まあ、集団というよりもコミュニティ、流動性のあるコミュニティ、絶対服従みたいな感じじゃなくて、みんなで話し合ってみんなで作っていく、でお互いを認め合えるみたいな、そういうコミュニティ的な、まあ、学級経営とかも求められていくんじゃないかなということを思います。まあ、僕はそういうふうに考えたんですけども、一人一人の教員が現場で考えを行っていくことが大事なんじゃないかなというふうに思います。以前文部科学省の方とお話しさせていただいたことがあるんですけども、学校っていうか教育の最先端は誰かというふうになった時に、最先端は文部科学省の人じゃなくて現場の先生だっていうんですね。一番子どもたちの前で、子どもたちの考えとか、そういうものを、直に受けている、それこそが最先端であって、その最先端にいるのは先生たちだというふうに言われていたのがすごく印象的で、なので最先端にいる僕たちがいろいろできることを考え、子どもたちに返していくっていうことが大事なんじゃないかな。それがいずれ社会とか、変えていけるんじゃないかな。まあ、社会大きいかもしれないですけども、地域とか社会かとか変えていけるんじゃないかなということを思います。で、それをするにはやっぱり新しく柔らかな頭を持つ若い人から行っていくと素敵なんじゃないかなというふうに思いますし、まあ、そういう人たちが求められてるんじゃないかなというふうに考えています。はい、ということで、話をしていきましたが、ご視聴ありがとうございました。毎週末先生方や先生になる大学生の方に役立つ情報をこのように発信しております。まあ、一つでもああなるほどなっていうことがありましたら、いいね、チャンネル登録とかコメントとかお待ちしております。まあ、前回配信させていただきました先生コンサルの受付まだ募集しておりますし、データ共有コミュニティのアイデアなどの募集もしておりますので、よろしければご意見くださるとありがたいなということを思います。またぜひよろしくお願いします。ではまた。